痛いの痛いのトロンボーン鼻からコンタラバス。はい、法学部1階の石井奈です。今日は僕の一日に密着してみたという動画を撮っていきたいと思います。それでは早速撮っていきたいんですけど、まあこの僕の着ているこのパーカー、実は母校の桐蔭学園、神奈川の桐蔭学園ですねの、まあ卒団記念の、パーカーなんですけど、まあ、そうですね、朝っていうこともあるんで、我が母校桐蔭学園の校歌を歌って、頭を起こしたいと思います。それではいきます。ほのぼのと燃え入れ。はい、準備ができたのでこれから練習に向かいたいと思います。この自粛期間はフィジカル強化っていうところがメインなので、まあ今日もきついメニューになると思うんですけど、頑張っていきたいと思います。はい、今練習が終わって、学食をこれから食べたいと思います。はい、練習から帰ってきました。でこれからジムに行きたいと思うんですけど、その前にちょっと、まあ、肩慣らしというかアップも兼ねて、一発ギャグの方をやっていきたいと思います。それでは行きます。じゃんけんしようぜ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょんぽ、下からバンバンジー、まあ、こんな感じで、アップが完了したんで、もう早速ね、自分の方向かっていきたいと思います。いつもの行きつけのスーパーに、買い物に行きたいと思います。ご飯食べ終わったんですけど、今日、無印良品さんの方に、ちょっと買い物に行ったんですけど、そこで買ったものを紹介していきたいと思います。まずこちら化粧水敏感肌用質取りタイプ、はい、こちらと、乳液敏感肌用質取りタイプと、あと最後にこのフレグランスキャンドルを買ったんですけど、ちょっと僕の家に火をつけるものがないという、誤算が起きてしまったので、このキャンドルを使うのは、後日に後回しということで、はい、残念です。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。今日はですね、僕石井日向の一日に密着してみたという動画を、撮っていきました。まあちょっとね、あんまり面白くないなって思った方も、たくさんいると思うんですけど、チャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いします。皆さんがチャンネル登録高評価をしてくれることによって、僕は先輩に褒められます。なのでよろしくお願いします。それでは最後に気持ちよく寝れるように一発芸をして、終わりたいと思います。一発ギャグ、タイのお金持ち。あ、コップかコップかオープンか。